どうも、リアルの流儀です。私はこだわりの多いアラフィフ専業主婦です。初めて来てくださった方はこの人誰ってことになるでしょうから、自己紹介した方がいいかなと思ったんですけれども、簡単にさらっと私自分のことを自己紹介できないんですよね。めちゃくちゃ長くなりそうなんで、自己紹介はサブチャンネルの方で別動画作ろうかな。前々からそれをやってみたいなってずっと思ってて温めとったんですよ。なかなかやれるチャンスがなくてね、今なのかなって今ふっと思いました。サブチャンネルの方もおかげさまで登録者1000人迎えることができましたので、ありがとうございます。それから何気にいつの間にかメインチャンネルの方の2周年記念が勝手に経過しておりまして、うすうす気づいてはいたんですけれども、気づけなかったっていうか、はっきり気づいてしまったら2周年記念なんかやらなくちゃと思って頑張っちゃうんで、もうめちゃくちゃ忙しかったんでね、いや今そんなところ違うわと思う。多分ここに溜まってる動画の編集に躍起になってた時やったと思うんですけど、2周年記念の企画がどうしようとかね、いろいろ考えてやろうと思ったらまたその編集がどんどん溜まって遅れてしまってってなるので、はい、我慢してたんやと思うんですけど、本題に入ります。はい、アラフィフ専業主婦でモラオと勝手息子を抱えておりまして、施設には認知症の母が頑張っております。そんな中、お部屋になってしまった自宅を元自己流ミニマリストとか言ってるマキシマリスト気質のアラフィフ専業主婦がですね、日々奮闘していくっていう、そんなチャンネルです。はい。私の部屋ですね、リビング兼私の部屋兼寝室兼事務所ですね。私はYouTube とメルカリを本業としておりまして、仕事と思って頑張っておりまして、この部屋はその事務所ですね。メルカリで小銭を稼ぐための在庫になるんですけれども、こちら。はい、在庫の倉庫を借りるなんてとんでもございませんので、こちらはですね、リアルの流儀のチャンネルが世の中の皆さんに広く知っていただけた、実家の片付けシリーズでですね、持ち帰った母の荷物がもうほぼ9割ですね。で、それプラス、おばあも同じようにね、認知症になってしまいまして、お片付け手伝いましたら、その時に、いとこがもうポイッと捨ててしまいそうになってた、メルカリで売れそうなやつを一気に引き受けてきまして、この辺した食器とかね、あと、夫がね、2月に単身先から10年半、溜め込んだ荷物を持ち帰ってきまして、これいらねえとか言って、まあ、勝手にゴミにポイポイ捨ててるものもあるんですけれども、私が捨てるなって怒ったら、じゃあ、つって、ここに自分の部屋にあったらね、イライラするんで、ちょっとずつ持ってきて、どんどん増えていって、今こんな状態になってるんですけれども、はい、メルカリをね、再開しますっていうことで、昨日サブちゃんの方で宣言しまして、明日から本の出品からスタートしますっていう風に動画の中で宣言しちゃったので、今日はね、もう絶対それをやらなきゃいけないと思って、朝から気合が入ってるんです。で、幸いなことに夫が今日は外勤でいませんので、いろいろ YouTube の編集から投稿から、夫と息子の朝昼のご飯をし、書類仕事片付けて、あと図書館に最近通い始めましたので、図書館の本も、目を通しまして、ついでに本絡みっていうことで、本のね、メルカリの出品もやってしまおうじゃないかってことで、今日は気合が入っております。やること盛りだくさんです。どういうふうに出品していくかって言いますと、手当たり次第でございます。本からやるってもう決めたんで、本をやるんですけれども、物の片付けの方法は私、同じ種類のものは同じ場所にって言って、種類別に置いてあるんですよ。だから、この家で本があるのは、この場所と、まあ、夫と息子のものは別として、あと私が、まあ、捨てないで読もうと思ってる本は、こちらの、仏壇代わりのこちらのね、棚、この辺も汚いですけど、この辺にちょっと置いてたりとかするんです。どこに何があるかっていうのは、こんな汚い部屋でもね、わかるような状態になっておりまして。で、ここにその在庫となってる、売る本がいっぱいあるんですけど、これをもう手当たり次第に、もう上から順番にですよ。売るべきなのか、捨てるべきなのかって、そっからもうスタートですね。息子の参考書なんかもあるので、書き込みとかしてるようなところは、こう消しゴムで消したりとかですね。地道に、YouTube とかを見ながらね、楽しみながら、
やっていくわけですね。まずは、この辺から適当にね、少なくとも10冊ぐらいはやりたいなってことで、10冊出品するのか10冊見極めて捨てるかどうするか決めるのか、その辺はちょっとわかりませんけども、このぐらい持っていこうかな。このぐらいを持っていって、もっとできたらもっとやります。はいはい、手が痛い。手がね、実家の片付け腱鞘炎になっておりまして、それが未だに痛いんですけれども、はい、この辺頑張ってやっていきたいと思います。謝らなくてはいけないことがあるんです。嘘つきました。メルカリを始めますっていう風に約束したんですけれども、本をこっち持ってきて仕分けして、これは売るもの、これは売れるか売れないかわからないからちょっと後で調べてっていう分類をするところで終わってしまいました。ごめんなさい。ちょっと手をつけたっていうことで、一応メルカリに着手したっていう風にさせてもらってよろしいでしょうか。私のことなんで別に私が決めればいいんですけれども、別に謝ることではないんですけれども、皆様に謝らなくてはいけないことがありますっていう謝罪動画でございました。すごいんですよ。とにかくもうすごいでしょ。これ見てください。これ昨日の夜、洗濯乾燥機の中で中途半端な乾燥で止まっていた、おそらく雑菌が繁殖しているであろう洗濯物なんですけれども、そのまんま乾燥機をまた追加して金付きのまま乾燥させてやりました。もう一回洗い直すのがものすごく嫌で、匂ったらそんなに臭くなかったので、そのまんま乾燥機かけてやりました。それを畳まなきゃいけないんですけど、夫がね、毎日次から次に洗濯物出してくるんですよ。なんなんあいつ、ほんま、アライグマ。もうあの手洗いで洗うような、これユニクロのジャケットなんですけど、これとか、あとトレーニングウェア出してきて、これクリーニングに出さなきゃいけねえよなとかって持ってきて、クリーニングなんてもったいないから私が洗うってことで今洗ってんですけど、もうワイシャツは毎日出てくるしね、まあそらサラリーマンやから当たり前かもしれませんけど、見てこれ、上からねバシャンってカゴが落ちたんですよ。でハンガーがこんなことになったんですけど、誰も拾わないっていうね。私もこれほっといたったら誰か拾ってくれんかなと思って置いてあるんですけど、3日ぐらいこのままです。すごいことになっております。メルカリ頑張っていきたいと思うんですけど、外へね今日出て行かなきゃいけないことがいっぱいあるんですよ。郵便局行ったり図書館行ったりいろいろしなきゃいけなくて、いや図書館生活ね始めたはいいんですけど、こうたくさん本を借りてきてしまって本を読まなきゃいけないっていう課題が増えるし、返しに行かなきゃいけないっていう負担が増えるんで、で次から次に借りてしまうっていうね、そのねサイクルにはまってしまってね、図書館呪縛に陥るんですよ。これになるから私は図書館を遠ざけてるっていうのもあったんですけど、本を読みたいっていう欲もあるし、図書館に通って勉強するっていう習慣をつけたいっていうのもあるからまた始めたんですけど、でまたあの徳島市の市役所がねいい感じなんで、これいいわと思ったんですけど、かなりね負担になってるんで、これもどうかなと思いつつ、でまたね夫がね窓の鍵をね開けっぱなしていくんですよね。鍵を閉めてくださいって言って紙に赤ペンで書いて貼っつけてあるんですけど、もうそれがねだから風景化するんですよね。本当私が出かけた後に夫が出かけるとなると、鍵が開いたまんまっていうことになり得るので、私が防ぎようがないっていうか、どうしたらいいんでしょうね。貴重品を金庫買ってそこに入れて鍵かけとくっていう感じでも、金庫ごと持っていかれたら意味ないやんっていう話もあるし、悩みは尽きません。夫と一緒に住むことで、夫がいなかったらそんな心配なかったんやけど、息子の部屋そんな窓開いてるようなことないしね、開けないから、あいつは逆に家の鍵開いてることありますけどね。夫は家の鍵は閉めていくんやけどな、もうどっちもどっちやな、夫も息子も、はあ、一人で住みたい。今日の分何冊か分からんけど適当にガサッと取ってきて積み上げました。こんだけ今日処理しますからね。夫からお詫びのメールが来てた。 LINE なんか見えひんと思ってどうしようかと思ったんやけど、怒りが収まらんくて、窓の鍵が開いてるねん、お願いやから閉めてください、全財産持ってかれても知らんよって LINE 送っといたら、ごめんって、閉める癖をつけるわって返事が来てる。まあまあよしとしよう、どうせ直らんやろうけど、この古い息子の教科書をメルカリで売れるかどうかチェック。時間の無駄って思わはる人がいると思うんですけど、やらせてください。なんかいろんなのと一緒に売ってもいいんだけどね、物理は物理だけで。もうでもあんなになってしまってんの分類するの大変やしな。一回やったんやけど、
ミニマリスト時代に、物が少なかった時代に、引っ越ししてくる時にみんな一緒くたにしてしまったからね。検索書もいっぱい出てくるけど、いろいろ入れてみよう。出版会社とか、うん、売れてるよ。500円とかで、52分前に500円とかで売れてんだけど、嘘でしょ。おお、売れてる売れてる。ほら、これ検索してるんですね、あのメルカリのアプリで。なんか660円とか、これ売れるわ、売るわ。電気どうしようかな。自然光で写真撮るのがいいって言うんやけど、いや、ご飯食べなあかんねんけど、どうしよう。洗濯もできてん違うやろうか。ご飯のチンも出来上がってんだけど、もうどうしよう。もういっぺんにやりすぎ。持ってきたあの残飯処理、昨日一昨日の残り物にご飯ぶっ込んで、寿司酢とポン酢と混ぜたやつをぶっかけてきた。あまりお見せできない、グロすぎて。グロ飯大好き。グロクッキングもしたいんやけどね、あのそのうちサブちゃんでやります。今日撮りたいな。欲張りすぎやな。あのね、ケーキを作ろうと思ってんですよ、ケーキを。うん、うまい。どうしよう、気が焦る。とりあえず食べることに専念します。食べながらやろうと思ったけど、マルチタスクすぎるから、もう喋らへん、もう食べる。物理の教科書割と売れてて、ですごいね、過去に出品してるのに売れてないものもあるのに、50何分前に売れてるのもあったりとかして、値段もなんか安いのが過去にいっぱいあるのに、最新で上がってるやつの高い方が売れてたりとかして、なんのこっちゃっていう感じなんですけれども、なんかそれはね、前もね、あのお酒を売った時にそんな同じような現象がありまして、あの過去にある商品よりも安く出品しなくちゃと思って出したら、速攻売れて秒で、後で見てみたら私よりも高く出してる人が同じぐらいの時間帯で売れててね。だから直近で取引されてる同じような商品との比較をしないとダメやっていうのはそれで学んだので、その方式でちょっと行ってみたいと思います。ちょっと書き込みがありましたので、最近はペンも消しゴムで消した時に消えるからいいですね。うちの息子が勉強ほとんどしてないので、書き込みが少なくてよかったです。書き込みがあって消したページ写真撮りますけれども、あんまりわからないね。教科書売ったり買ったりする人って、あのこの高校生とか受験生が多いから、出品する人も買う人も割と適当で、10枚写真載せられるから、10枚写真載せた方が売れやすいんですけど、高校生が買うようなものって意外とね、適当でもね売れたりするんですよ。だからそこをね丁寧にしとくと、より売れやすいっていう。ライバルが頑張ってる人が少ないので、地味に汚れとるな。こんなことやってられへんわって絶対思う人いると思うんですけど、それは私も思ってた時もありますけど、もう今なんかこれ楽しいんですよね。こういう細かい作業するの好きやし、勉強頑張る高校生のね、なんか役に立てるっていうのもなんか嬉しいし、息子の全然勉強してませんけど、ね、大学受験成功させてくれたこの教科書、なんか息子のお世話してくれてありがとうって、そんな気持ちも込めつつ、まあ全部のページ見れたわけじゃないんで、全部が全部綺麗かどうかはわからないんですけど、その辺もまあ本文に書いてね、書き込みが残っているページがあるかもしれませんっていうことで、あるわ。これ消すときに注意しないと破ったりする可能性があるんですよね。丁寧にやらないと。こういうのも苦手な人はぐちゃってやっちゃったりするけど、まあ私もたまになりますけどね。で、これやったらこの消しカスがこのここに残るからね、アイロンがね当たってないから、これシワになってて、これ本当は写真撮るときに撮りたいんやけど、これ今机の上に乗ってるものを外すのがめんどっちいから、今日はこのままいきます。 あるわ、うん、これをね、普段 YouTube を見ながらこうやるんですよ。私もともとあのテレビとかあの YouTube とか本当にめちゃくちゃ好きな人が出てる場合を除いては、耳で聞きながらながらでなんかやるっていうことがほとんどなので、そう、作業をしながら YouTube を見れるっていうので、いっぱいこう溜まってる YouTube の見たいやつをこう消化できるから、それはそれでいいんですよね。なんかどうしても流しながらやってるとできない作業とかがあるから、最近はお金のことなんかやって計算とかしてるし、単純作業じゃないからね、
その YouTube の動画とかを、まあ、見ながらっていうか聞きながらやるのが難しくって、頑張って音をなくしてやったりしてるんですけど、そしたらこう見たい動画がどんどん溜まっていって、この図書館の本じゃないですけど、ストレスになってくんですよ、だんだん。ね、だからってこう見るのをやめんのも嫌やし、見たいのがいっぱいあるからね。だから、いいんですよね。こういう単純作業をしながら、その YouTube の動画を消化できるから。って言って、これ、撮影してるんで、全然 YouTube が見れないんですけどね。両方で行きますわ。撮影しながら、YouTube も見ながら、洗濯もしながらって感じで。言ってる間に夫も帰ってくるやろし。ね、お腹も痛いし。最近またちょっとね、お腹の変な痛みがね、普段の痛みに付け加えて、小腸がん疑いの時に痛かった痛みがちょっとね、してるんで、一週間ぐらい前から。割とあるやん、書き込みが。勉強しとるやん、息子。こんなんしたうちに入らへんけどね、私からしたら。もう私なんかもう教科書とかすっごい書き込んで線引いてやってたから、もう絶対売れるような、感じの状態じゃなかったし、もう逆にそのぐらい汚してくれとった方が私も潔よく捨てられたんやけど、なんか中途半端に綺麗のがいっぱい残ってるからね、ほとんど勉強 仕上がれへんかったから、あいつ。なんか久しぶりに片付け動画やってるな。片付け動画っていうかメルカリ動画。こんなもんでいいでしょう。あ、電気つけっぱなしだし、これもつけたり消したりするのも面倒いんですよね。で、これをアルコールで拭いたと思うんですけどね。売れて送る前にもう一回アルコールしようかな。今やっとくか。どっち？それはまた後で考えよう。久しぶりにやるからもうなんかペースがつかめんっていうか、とりあえず、表裏と中と取ったから、ちょっとこれ消すか。ほんま神経質やからな私。これ充電しなきゃいけないからさ。これね、本はね、このバーコードをね、読み取ったらいいんですけど、これ多分、教科書やから、バーコードで出ないと思うんですよね。一遍やってみましょう。メルカリのアプリを開きまして、どこ行った？久しぶりやからわからへん。出品で、うわ、久しぶりや、嬉しい、なんか。頑張るよ。これでと、読み取れるかな？多分無理でしょう。うん、読み取らへん。バーコードで読み取れるのは、本とか、音楽、ゲームソフト？コスメ、香水、美容関係、家電とかカメラとか、バーコードのあるやつは、これで情報を自動入力してくれるんですよね。本来だったら。だけど無理でした。そんでもって、私は、過去に出品した商品で教科書を出品してるのがあったから、それの出品した時に書いた本文を使います。割と文章もね、私凝ってるんですけど、本当にね、単純に題名と状態とだけ載せてるっていう人も結構いるし、さっきも言ったように、高校生なんで、適当でいけますよ、意外とね。物理系ありました。出品するアルバムから写真を選んで、メルカリのアプリで写真撮るより、普通にスマホのカメラで撮った方が綺麗ですね、写真は。あ、出るんや。写真載せたら候補で出てきましたけれども、もしかしたらバーコード読むかもしれんね。私早く終わらしちゃったから、長いことをこうかざしとったらいけたんかもしれん。これ状態はそんなめちゃくちゃ状態悪いわけじゃないんやけど、傷や汚れありにしようか。一番悪いのまでいかないと思うんだよな。人それぞれですよね。アルバムから、ちょっと選んで、さっきコピペした自分の文章を入れる。地道な作業ですよ。改訂版、物理、この英語も入れる。これできるだけ、もう、キーワードをいっぱい入れる。検索してもらえるように、すべて入れる。出版社も入れる。タイトルに全部入れる。もうこの時点でもう無理って思ってる人もいるでしょう。まあでも、YouTube とか見ながらやってて、小遣い稼ぎになると思えばできるかもしれませんよ。もう私前丁寧にタイトルにも本文にもいちいち入れとったんですけども、タイトルだけでいいかな。もうなるべくちょっと省略していくことにします。あんまり几帳面にしすぎるのも、完璧主義ももうちょっと卒業しようと思ってね。これ文章を考えるのもしんどいでしょ。これやってるうちにね、いろんな人の見たりとかして、あ、こんな文章もいいんやなとか言ってね、学んでくるんで、これ久しぶりにやったら忘れてるんですよね。徐々に学んでいけば大丈夫でしょう。購入1000円以上はフォロワー様 5% 還元しますのでコメントくださいと。
ていう風にやってますよ、私は。フォロワーさんを増やすために。現在、書籍集中出品中してたよね、その時も。今回もそれです。除菌アルコールで消毒して発送します。小さい子供、ペット、喫煙者なし。それがね、今息子がね、喫煙者なんですよね。家の中では吸ってないんだけど。嘘になっちゃうもんな。これはもう消しとこうか。匂いはないはずやからね。まあ、あるかもしれんけども、それも古い本やからね、しょうがないでしょ。一応確認。大丈夫と思う。柔軟剤も使ってませんって書いてあるけど、なんか洗剤の匂いとか残ってる場合あるしね。で、他にもございますってことで、タグで、私の商品に飛べるように、タグ付けしてあるんですよね。何々の物理とかいう風に、タグでね、付けてあるんですよ。そしたら私の他の商品で、物理やったら物理ばっかりバーッと出てくるんで、それをまとめて買う場合は、お気持ちですけど、お値引きしますので、コメントくださいっていう風にしてあるんですよね。送料込みで、これ送料が高くなったからね。で、配送の方法は何で送るのが一番安いかというと、相変わらず猫ポスなんですよね。でもなんかユーパケットポストっていうのがいいよっていう話がちらほら YouTube で出てる。ポストにシール貼って出すっていうやつ。なんか専用の箱とか専用のシール。専用の箱は別にしなくてもいいかもしれないけど、専用のシールがいるのかな。これでも、専用箱って書いてあるんだけど、専用じゃなくてもいいと思うんだよな、これ。猫ポス。楽々メルカリ便の猫ポスが安いと思う。3センチ以下でね。1キロ以内やったかな。発送元の地域。もうこれも公開してもいいんだ、私。前はね、公開してなかったんですけど。発送までの日にちは1日から2日にしてる。で、この、販売価格ですけど、これ、前クリックしたらおすすめの値段出てきたんやけど、出てこなくなってる。え、なんでやろ？なんかメルカリもいろいろ変わっちゃってるからね。商品の状態出してないから？あ、やってない。商品の状態は傷や汚れありにしとこう。おすすめは300から420円って出てたけど、700円ぐらいで売れてたんですよね。ちょっと780円ぐらいにしといたろ。私ちょっと高めにして、そっから値下げするっていう方法で行くのが好きなんで、700円ぐらいで売れそうなんですよね。680円で売ったら即売れしそうやから、780円にします。23時間かな。まあ、1日経ったら、100円値下げしたら、一番上に出てくるんですよ。これで行ってみよう。行くぞ、久しぶりに。はぁ、緊張。なんでやねん。なんで緊張やねん。出品。よっしゃ出品何ヶ月ぶりやろう。4ヶ月は経ってると思う。ワクワク。はい、こんな感じでちょっとやっていきたいと思います。また時々撮りますね。はぁ、嬉しい。もうだいぶ時間経ってるんですけれども、さっきの物理の教科書と絵本を1冊まだ2冊ですね、ただいまもう2時半。無理。1日10冊は無理。首がね、やばいんですよ。ストレートネックで。下向いてね、こう消しゴムで息子が書いた書き込みなんか消してたら、もう首がやばくなってきて、もう今3冊で限界とか思ってるんですけどね。もうちょっと行きたいと思います。昨日から溜め込んでるからね。頑張って行きたいと思うんですけど、首を起こしながらやっていこうと思うんですけど、書き込みが多い場合は、1ページずつ見ていくんですけれども、その見ていくときに、この角っこがこう傷んでるんでね、それをこうね、手でこうやって伸ばしながらね、めくっていくんですよ。消しゴムで消せるやつ、シャーペンと、あと、消しゴムで消えるペンのやつを、全部消して、で、なんかこう汚れみたいなのがついてたりしたら、そこをこすって、取ってね。で、ここに名前がね、入ってたので、消しゴムで消して、さらに、アルコールで拭き取って、まあ、あとは残ってますけど、割と綺麗にしました。さっき、その物理の教科書を写すときに、表と裏ぐらいしか取らなかったんですけど、割と、状態も良くないですし、やっぱりちゃんと取った方がいいかなと思って、ね、他の出品者さんと差をつけるためにも、写真のね、枚数はなるべく多くした方がいいかなと思って、こういうところとかも取るようにしました。1、2、ここの背拍子3、4、5、6ね。で、中の汚れのひどいところとか、書き込みが残ってるところとかで、まあ、だいたい10枚取るようにしました。すごい大変。出
出品するときにバーコードっていうところを選択して、これやってみたら、出てきましたね。さっきの物流出てこなかったんだけど。で、これを商品写真を撮るっていう風にするんですけど、メルカリのアプリで写真撮らないので、私はアルバムっていうところにして、もうすでに撮ってある写真を選びます。その写真を撮るときにね、あんまり加工をすると、現物との差が激しくて、それはまたトラブルの原因になるので、明るさを調節するぐらいのことだけやるようにしてんですね。で、これ自然光プラス今日は曇りやし、照明も使ってるんですけど、こういう風に照明当てて、写真はスクエアね、正方形で撮って、光がね、反射して、文字が見えなくならないように、で、手も映らないように、で、ゴミとかこのシワも映らないように、この下に引いてあるこの敷物もちょっと高級感が出せていいかもしれない、この模様が。この画面をね、ピュッて押したら、iPhone の場合はこの太陽のマークみたいなのが出るんですよ。わかるかな？これをね、キューッと上に上げると明るくなるんですよ。こう光を取り込むっていうか、これなんて言うんやろね。これでね、暗い写真がこう撮る段階から明るくできるんですよね。こうやって押して、これをね、クーって上げたら、ここが白っぽくなるの分かりますかね？これで、こう、写真を明るく撮れるんですよね。メルカリのアプリの方で、写真をこう載せるときに、一枚一枚、編集でね、明るくしたりとかできるんですけど、写真を撮るときに、やっといた方が、楽やし、綺麗になると思います。なんか反応してるぞ、また Google が。じゃあもう一回行きますよ。バーコードっていうのを押して、これでバーコードこう読み取るでしょ。そしたら読んでみて覚える重要古文単語315っていう風に出てくるんですよね。で、写真を撮るっていうのを押して、写真撮らないのでアルバムっていう風にして、このアルバムであらかじめ撮ってある写真をこう選んでいきます。表裏背表紙、そして上側横側下側で、これは名前が入ってて、え？何検索したの？あなたは。何を検索してんの？あなた。わけのわからんものがいっぱい出てきてますけど。表裏、この表紙、そして上側、横瓦は。横瓦って何よ？で、なんかわけのわからん検索結果がいっぱい出てきてますけれども、全然面白くなかった。もっとどうせやったら面白いの出してくれる？これは全体的に状態が悪い、なのかな？傷や汚れありにしとこう。で、こういう風にすると、タイトルと、こう内容がね、もうバーコードで読み取って出てくるんですよ。で、これだけでも出品してる人もいます。これにさらに足していくんですけれども、これはね、売れやすい価格で300円から380円って出てるけど、私まだ市場調査してないんだった。下書きに保存しといて、まずメルカリで検索するでしょ。メルカリで検索して、さらに私アマゾンでも検索するんですよね。ものによりますけど。はい、これ検索したら、300円とかで出てるんですよね。300円で210円だったっけ、あの猫ポス。30円利益持ってかれるから290円でしょ。210円取られたら80円なのよね、利益が。100円にもならへんっていう。3時間前に300円で出されちゃってんですよね、同じような状態のやつで。これもあるんよ、これも。これもあるっていうことつけとかなか。この人丁寧に出してはるわ。表紙を外してここも写真撮ってはるわ。ほんなこないして撮るか。こんだけの手間をかけて300円で出して270円でしょ。30円取られてメルカリさんに。で、270円から210円から60円や。60円ですよ、利益。でも60円ね。家におって60円、儲けようもっても儲けられへんからね。YouTube で動画見ながら60円もらえるんやったら、ええと思うしかないよね。あと高校生のために役に立つ。息子のお礼をする気持ちになれる。本にも感謝できる。そんな感じですよ。単純作業をすることで、私は自分の腹痛を忘れられる。いろんなメリットがございます。こんなことよりももっとやりたいことがあるんやって言う方はできませんけど、私もやりたいこといっぱいありますけど、YouTube もやりたいので、はい、これで YouTube もできるので、私はできるんです。私はやるんです。やりたくなくなったらやめます。で、これは Amazon で検索しません。メルカリのアプリで検索したときに、ってなんか迷ったり、商品が少なかったりしたときに、Amazon でも検索して価格を考えるんですけどね。これはもう300円出した。でも455円とかで売れてんだよな。綺麗のかな、状態がね。未使用に使えるって、状態がいいと売れるんだな。まあちょっと高めで売って下げるっていうのが私なんで、いくらで売るか決めれなかった。優柔不断だから、これがしんどいんですけどね。
440円で出してる人がいるけど、480円かな、最初は。このね、値段を決めるときね、なんか迷ってめんどくさいって思うかもしれないけど、なんか楽しみだったりもするんですよね。なんかギャンブルじゃないけど。向きがね、違うやつは向きを変える。こう横向いてたやつを縦にしたりとか、10枚入んないから何かを消さないとダメですね。消し残しのやつを消して、さっきのこのカバーの内側のこの状態と下敷きのやつをつけといて、そんでもう一回保存して、こちらの結果が見つかりました。延々検索するのね、あなた。何を検索したの？売却済みで古文系出したやつ。古文出したことあったような気がするな。なかったか。しんどいね。頑張ろう、みんな。お腹空いてきたの、さっきご飯食べたのに。なんかコンビニ行っておやつ買ってこようかな。なんか慣れてきたな。で、このタイトルにね、いろいろ入れていくんですけど、YouTube のタイトルなんかもそうですけど、最初にね、カッコして、そのカッコの中に一番 目立たせたい言葉を入れるんですよね。これやったら古文とか言って入れてるんですけど、新品とかね。分けあり品とかね。これ、いつの本かって書いた方がいいような気もするんやけど、算定版ってやつ。これもうコピペするのがめんどくさい。コピペするときもあるけどね。なんか丸々丸っと使えるときはいいんですけど、そのコピペしてきたやつをまた消したりしなあかん場合はもうね、簡単に打ち込むっていう方が早いかなと思ってやるんですけどね。どっちが早いかはわかりません。チェックシートあり。即購入可能。書き込みありますが、それほど多くなく消せるところは消しました。裏表紙右下に記名の消し残しがあります。使用には差し支えないと思います。傷や汚れ、中の書き込みは画像をご確認ください。画像の鮮明度の関係上、実物との差がある場合がございます。自宅保管であることご了承の上、長期やな。オッケー。これでいい。いけ。3冊目。次行ってみよう。はい、これ、メンタリスト第五師匠。私、メルカリ読書って言って、読んでない本を出品して、売れたら読むっていうやり方をしてる場合があるんですよ。それもやっていきますからね、どんどん。なんかそれをね、なんかやっては勝手を繰り返してるような気がするんですけど、まあいいでしょう、それもね。あんまり深く考えないし、突っ込まないでください。結局ね、勝ってもね、読まないんですよね。読む時間がないんですよ。図書館で借りてきて、こう締め切りがあったら読むでしょう。結局ね、締め切りがね、いるんですよ。だから本当に買って手元に置いとくたい、置いときたいもんだけ買って、あとはね、もう図書館ですよね。さっき写真撮らない。いい感じ。なんか、かっこよく写ってるわ、大悟師匠が。私をここまでしてくれたのは大悟師匠ですから。表撮って、裏撮って、はい、手は映らないように。なかなか難しいですけど。難しいですけど。日々やり過ごせるようになったのも大悟師匠のおかげやし、私が YouTube を始めてここまで来れたのも大悟師匠のおかげやし、大悟さん様々ですよ。ね、彼もいろいろありますけど、私は好きですよ。結構キャラ強い人好きなんで、ひろゆきさんにしても、ホリエモンさんにしても、いい人だけでつまらんでしょ。毒のある人が好きです。自分が毒があるからっていうわけじゃないですけども、はい、毒のある人がいいんですよ。お花だってね、トゲのあるお花が美しいでしょ。はい、こんな感じでやっていきたいと思います。今日中に何冊できるか。今3時ですけど、このままちょっと5時ぐらいまで頑張ってみたいと思います。はい、その前におやつタイム。おやつとかね、ないとね、やってられないんですよ。家でこういう作業するときってね、イライラするから、ちょこまかちょこまか食べてしまうんですよね。これで太ってくの、私。メルカリやり始めたらそれになりそうな気がするわ。買ってこない方が身のためやと思うんやけど、家で頑張ってやるためには買ってこなあかんような気もする。マオのほっぺ、これ食べ散らかした残りですけど、4分の1しかないんですけど、冷凍庫で凍ってたやつ、ちょっと私が今ハマってる洋菓子屋さんのね、マドレーヌなんですけど、マドレーヌってね、私脂っこくて嫌いなんですよね。いただきます。スプーンでこそげ落として食べますよ。普通のマドレーヌってもう脂ギットギトじゃないですか。め
っちゃ甘いでしょ。脂っこいし、これはボッソボソなんですよね。しっとりとかじゃなくて、もう割ったらボロボロボロみたいな、ベビーカステラみたいな、うん、ベビーカステラに近いな。美味しいんですよこれ、ハマる。こっち側味もあるから今度買ってこよう。このチュークリームが美味しくてね、ここのお店の。この間嫌がる息子連れて行ってきたんですけど、車の運転練習で。マオとは工房大使の幼少時代の名前だって。子供のほっぺのようにふんわり滑らかな、ふんわりかな、どこか懐かしい味わいのマドレーヌです。母の施設にね、この間ね、初めて差し入れしてきたんですよね。でいつもお世話になってんのに、何にもこうお礼とか持って行ったことなかったし、ずっと気になってて、何にしよう何にしようと思ってたんやけど、なんか別にどっか遠くに出ていくこともめったにないし、出て行っても何買っていいかわからんくって、結局買ってこれなくて終わっててね。まあ、それはその施設だけじゃなくて、あのお友達とかにもですけど。でたまたまこれ施設に息子をね、あの母に会わせるのに連れて行く前に時間がねあったから、シュークリーム食べに行こうっつって、食べに行こうって買って車の中で食べるんですけど、息子を嫌がっとったんですけどね、連れて行ったんですよね。でその時にこれがあって、あこれでいいわと思って、なんか美味しそうと思って買って。人にあげるのに、私ね、味が分かってないものをあげるのって嫌なんですよ。適当に買ってあげるってことができひんから、まああげてしまうってもう決めてたけど、あげたやつがどんな味やったのかっていうのを確かめとかなと思って、1個買ってみたんですよ。そしたらめっちゃ美味しくて、味の好みがねちょっと人と違うから、世の中の皆さんが好きなマドレーヌっていうのはもうギットギトでしょめっちゃディスってる。なんかもうバターがもうジュワーみたいな、食べて胸焼けしまくるやつ、みんなあんな好きやもんね。あんまり見たことないようなスタッフさんに、皆さんでどうぞって言ったら、あ、わかりましたってさって持っていかれて、なんか施設長さんとかにこう挨拶してこう渡すみたいにできひんかったから、なんか適当になんかその辺にポンって置かれて、誰からもらったかわからんような状態にされたん違うやろかと思って、何のために持って行ったんやわからへんと思って。恩着せがましくじゃないけど、まあ、一応母がお世話になってますってことで、娘からっていうことで持って行ってるから、施設長さんには絶対分かっといてほしいし、その気持ちを形で表してるっていうことをね。そんな適当にスタッフのおやつにされてたんじゃ困るんですよね。一応気持ちを形で表してるんでね、この場合は。施設がね、その前までのこじんまりしたとこと違うから、ちゃんとしてくれるんだけど、安心して預けられるんですけど、すごいね機械的っていうか、システム化されてるというか、すごい一生懸命ちゃんとやってくれてるっていうのはわかるんだけど、なんかその辺がちょっと不満なんですけど、もうそんな言うてられないと思ってね、母を安全に守ってくれるっていうことが大事なんで。病院の先生曰く、母は施設でもニコ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 してくれてるって言うから、まあそれは母がそういう風に、あの常に周りの人に笑顔を振りまかないといけないっていうね、遺伝子を持ってるから母は。だからそれでそういう風にしてはるんかもしれへんけど、あんまり辛い場所でやったら母も笑顔が出えへんやろうなって思ったりするから、大丈夫なんかなって思ったりして、面会した時にみんな優しいって聞いたら、優しいよって言ってたから、施設で虐待を受けるとか、存在な待遇を受けて母が辛い思いしてるとか、そういうことはなさそうやから、まあまあいいんですけど、まあとにかく今度はあのもうちょっとちゃんとどっか行った時に贈り物買ってきて、施設長さんにちゃんとそれ渡すか、送る方がいいね。こう渡してパッてスタッフにパッて渡すより、お中元みたいな感じで送った方がいいような気がする。なんかうちの息子がそれを買って施設に持ってくって言ったら、高い金払ってんのにそんなことする必要ないやろって言って、俺やったら絶対せえへんとかって言って、やっぱその一理あるんやけど、私もまあそういうところあるけど、なんかそういうところとは違うっていうか、私もあの薬局で薬剤師してた時に、患者さんとかからみんなで飲んでって言って、夏場冷たいジュースこんな箱で持ってきてくれたりとか、お土産持ってきてくれたりとかする患者さんいたんですけど、嬉しかったもんね。まあ私が食いしん坊やっていうのもあるけど、でそれもらったらやっぱりそのくれた人ってやってエコひいきしようって思ってるわけじゃないけど、ちゃんと粗相がないようにしなくちゃって思うんですけど、それは私だけしたたかなの。これみんな分け隔てなく対応するのはもちろんですよ、仕事だからね。そうやってこう差し入れ持ってきてくれたり、こうフレンドリーに接してくれるような患者さんというかお客さんというかね、人に対しては粗相があったらいかんなって意識が強くなるっていうか、まあ県民性とか性格にもよるし分からんけど、
まあ私みたいな感覚の人がいるとすれば意味があるのかなと思ったりして、で私の気持ちがね、いつも申し訳ないなってね、もうそれこそ息子が言うように高いお金払って預けてますからね、向こうも仕事でやってるんですから、おむつ替えてもらったって、わけのわからんボケたこと言ったって、認知症の人がいるような施設なんやし、漏らそうがなんだろうが、そういうのが仕事なんでね、プロなんで向こうはね、だから当たり前なんですけど、まあまあそれは気持ちですよね。別にミニマリストにプレゼントするわけじゃないんだから、そこまで考える必要もなくて、私がお礼の気持ちを表したいと思うんであればそれをすればいいだけで、たくさんの人がいらっしゃるんだから、食べたくないとかいらんとか思ってもみんなで分けはるやろうし、欲しい人が持って帰らはるやろうし、どないかしはるでしょう。今からちょっと集中しまして、 YouTube を見ながら本の投稿をやっていきたいと思います。出品か投稿ちゃう YouTube じゃないよ、はい、やっていきたいと思います。母の古い本に入ってまいりました。古い本が売れるのかどうかっていう見極めをしていきたいと思います。出してみないとわからないっていうのがあるんですけどね、以前ね動画の中でもご紹介したお話があるんですけども、本当に絶対売れないやろうと思ってた本が検索したら売れてましてね、なんでこんな本が売れるんやろうと思いながら騙されたと思って出品してみたら、ラジオ番組かなんかで話題になってた直後やったらしくて、探してらっしゃる方がねいらしたっていうことで、古本屋なんか持っていっても絶対1円にもならないような本が割と高く680円とかそんなんで売れたような気がするんですけどね、そんな面白い経験もありましたね。人の役に立てたってその時思ったんですけど、わ、同じ本めっちゃある、こんなめっちゃ古い本、うるさいなもう。いや、あれ防犯かな、防犯ブザーかな、これ平成7年の本ですよ。結構本ありますよこれ。綺麗やんこの人、8日前に出してる、うるさいなもう。出てますね、2ヶ月前とかで売れてませんけど、300円で全然売れてない、売れてないけど売れる場合があるんですよねこれね。他の商品と一緒に合わせて買ってくださいみたいな感じで私出してるんで、セットでくださいっておっしゃる方もいるしね、どうしようかな。いやでもね、出品出てるけど全然売れてない、やめようかね。ゴミをもう捨てられなくなってしまった私ですけれども、 Amazon で検索したんですけれども、同じ本がねあってね、9円に送料247円で256円で売られてるんですけれども、なんですけどこれ同じ人でめっちゃ新しい本が出てんですよ。同じお礼の手紙はがきっていうので、改訂版みたいな感じで、決定版か、これは売れないね多分ということで、これは処分します。はい、このように見切っていくものもございますよ。はい、んでこちらは息子の参考書、これね手当たり次第に順番にいってますからね、上から順番に手つけていってんですけど、これはね多分付属品だと思うんですよね。本物が出てくるまで保留にしとかなくちゃいけないっていうね、でそれを探してたんでは時間がかかるから、これはこう保留のところに置いていくわけです。またこれメンタリスト大吾師匠が、ここにもメンタリスト大吾師匠が次々とやってきておりますので、大吾師匠がねこれをどんどん出品していきたいと思います。息子のパンツ畳むのを我慢してます。はい、今ねメンタリスト大吾師匠の本を立て続けに、はい、メンタリスト大吾キャンペーンやっておりまして、4冊ぐらい出品しましたけれども、今からねこちらの超有名なビジネス書出品いたします。シングルタスク、私がやらなくちゃいけない一番大事なことかもしれない、これはすごい有名な本で、ぜひこれはバイブルとしてねずっとこう傍らに置いて読み返して自分に言い聞かせてやらなきゃいけないと思って持ち続けてきてたんですけれども、結局これをなるほどって言って読み返す時間がない。私65歳まで元気に生きられるっていう設定で私今生きてるんですけれども、これを読む時間がない、他に読みたい方がいっぱいあるし、これやらなきゃいけないことがいっぱいあるので、内容が知りたかったら
図書館に行けば絶対あるわけですし、順番待ってれば絶対来ますし、図書館に本がなくてもリクエストして購入してもらうこともできますし、あのネットに探せばもう読まなくても要約してくれてるチャンネルがいっぱいありますので、家で私がサラサラと読むぐらいやったらね、その程度でいいわけですよ。売る前にね、売れたらパラッと私絶対見るので、だから家にずっと眠らせとくよりも出品して売った方がいいんですよ。なかなか手放せない本も自分に出品するモチベーションをね持たせるためにいろんな理由をつけますね。はい、今みたいに。はい、今ね、夜の6時45分ですよ。5時までやるとか言って頑張ってますよ。このセンター試験のこの分厚いやつにトライしたいと思います。これも分厚いの送られへんのちゃうかと思ったんですけど、検索して調べてたらメルカリ便で送ってる人がいて、で、あれ？メルカリ便で送れたっけ？と思ってこの箱を持ってきたらいけるやんってことで。はい、これでね、2キロを超えてなかったらいけるはずなんですよね。めんどくさいんですよね。重さ制限、サイズ制限、分厚さとか。前はね、この薄型でかなり分厚くなってても遅れたんですけど、そっか、それがあかんくなったから、無理になってるかもしれんな。ちょっと調べなくちゃいけない。で、この箱をね、取ってくるのに、今息子の部屋のね、メルカリの資材の置いてあるやつ、を、漁ったんですよ。女もこんな状態になってしもて、宅配が届くたんびに、仕分けしないでどんどん積み上げてあったんですよね。種類別に、ビニールはビニール、クッション材はクッション材っていう風に分けてあるんですけど、これをきれいに片付けて、こっちやって、また布をかけてね、片付けないと。息子の部屋のも汚いけど、メルカリの資材も汚い、とんでもない状態になってるんで、夫が帰ってきたら、この部屋にこもって片付けたいと思うんですけれども、それまで取っておきます。でね、もうピザ取りましたよ。メルカリをね、やってる日はピザですよ。今、夫の洗濯もやってるからね、クリーニング屋もやってるから、もういっぺんにいろんなことやってるからね。 YouTube も見なあかんし、いろいろやることいっぱい。本の重さを測らなきゃいけないんですよ。重さ測るやつ全部捨てたんですよね。で、体重計も捨てとったんですけど、これは母の実家から持って帰ってきたやつなんですけど、これで測りますよ。体重ね、洋服着たままでこれ乗りますけど、57。軽いのは測れないから、これを持って乗るわけですよ。持って乗る。はい、58.3 ということは、1.3キロ。いちいち一個一個することがもう大変ですよ、いろいろあって。はかり全部捨てましたけども、買おうかなと思ってるちっちゃいやつもね、迷ってんですけど、ギリギリまで何でもね、買わないでやってみるっていうのをやってますよ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。ツイッター、インスタもやってます。それではまた。サブチャンネル、リアルの喋りの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。